はい、どうもこんにちは、ヤンです。今回はね、GARP の、最速で、攻略をするパーティーをご紹介したいと思います。パーティーはレイリーパです。で、多分この次に早いのがギアサートパです。まあ、このレイリーのところをギアサートにしてもらって、で、持続性の、攻撃力の高い順、なおかつ、発動能力で封じ耐性がつけれるキャラのパーティー編成ですね。やっていきたいと思います。難易度が高くないんで、あの必殺技も使わずにね、通常攻撃だけで倒せるんですごい早いです。はい、やっていきます。もうひたすらこんな感じで倒していくだけですね。すごい楽です。レイリーフェスゲーになっちゃうんでね、変身難易度高いんですけど、まあ、ギアサードとかドレイクでも可能なんでね。ここもね、封じ耐性があると一発で解けるんでね、だいぶ楽です。はい、ボス戦ですね。ここもひたすら叩いていきます。でガープは膝をつかせても大丈夫なので、思いっきりパークタップで攻撃していきます。はい、こんな感じで結構余裕があるので、まあ、スロット運が悪くてもクリアできないってことはないと思うんでね。以上、最速の攻略でした。ご視聴ありがとうございます。